心は長崎市万歳町にあります。こんにちは。よろしくお願いします。かわいい声。かわいい看板娘のサラちゃんがお出迎えしてくれますよ。じゃあね、しっかりと消毒もして検温もですね。あ、こうやって入ってすぐ言ってくれるのはまだね、この太陽のような笑顔が元気をもらいますね。田川さんご夫婦、料理人だった庄司さんが37年前に知人からこの店を引き継いだ時は結婚してまだ半年。最初の1年は子供も生まれて大忙しだったそうです。ちょっと早いかなと思ったけど、まあ親父が人生にこういうチャンスはあるかないかぞって言われてやってやめました。こう見えて男らしかったんですよ。例えば。いや昔はね、2、3歩後ろ歩きよったんですよ。え、庄司さんがですか？いやいや、こっちこそ。昔はね、今はね、2、3歩後ろに荷物持って歩いてる。新しい。子供3人いるんですけど、年が近いんですよ。そこ放って歩きよったよ。あ、じゃあもうここで育ったという感じですかね。そうそう、お皿洗いを夏休みとかしてました。もっと手伝っとけばよかったなって。あ、そうなんですか。それはどうして？大変さを大人になったら気づきました。メニューはお客さんの要望に応えていくうちになんと100種類以上に増えていきました。100種類？そう。うわ、細か。皿うどんは注文が入ってから生麺を揚げるのがこだわり。鶏ガラベースのスープに豚肉やかまぼこ、野菜が10種類以上と具だくさん。とろっとしたあんをかけ、大盛りの麺の上に乗せると完成です。うわ、しかも安いね。そう、うまそう。麺が揚げたてだからやっぱこのサクサクパリパリっていう食感がすごく感じられますね。あんがね、よく絡んで、これは美味しいですね。長崎で採れた糸よりだいやエソなどに野菜を混ぜた自家製のすり身揚げは甘さ控えめの自信作です。ビール。いや、合いますね。ビールください。いいね。この他、庄司さんの実家明治屋ハムから仕入れたつらみはコラーゲンたっぷりで大人気。実はね、はい、まだ裏メニューがいっぱいあるんですよ。だって裏メニューですか？裏？しかもいっぱいって言いましたよね。じゃあ今日イカスミスパゲッティ出して。居酒屋さんでイタリアンもいただけます。そうだね。え、なんでイカスミスパゲッティですか？いや、なんとなくお客さんに言われて、あ、もうできるよって。じゃあもうできないものはない。はい、何でも材料があれば何でもしよう。お客さんの好みの具材や量のリクエストにも応えてくれるそうですよ。居酒屋が作るイカスミスパゲッティのお味は？歯が黒くなるやつだ。イカスミがもうダイレクトにボーンってくるし、このニンニクがいい感じに効いてますね。ないの？裏メニューは数十種類にも上ります。皆さんも一度作ってほしいものを頼んでみてはいかがでしょうか。裏メニューなの？そう。へえ。お客さんに愛され続ける心にはこんなエピソードも。花見の日に雨が降ったんですよ。はいはい。そしたらそこのカウンターの椅子全部上に上げて、そこにブルーシート敷いて、え、ここですか？ここに。で、桜の花買ってきて、ここで花見しましたよね。雨天決行で。面白い。それ誰がアイディア出されたんですか？いや、もうやると決めたらもうやっぱり絶対するけんって。さすが、作れないものはな ない。やれないことはな ない。できないことはない。思い出がいっぱいある心ですけども、今後つなげていくためにどういった展開をお考えですか？ここはもう僕の代で終わりでしょうね。まあ苦労もあんまりかけたくないなという。今特にコロナでね、もう大変ですからね。できるまではやろうとは思いますけどね。じゃあもう少しずつこの心の味をいろんなところに広まっていくといいですよね。ね。ぜひこの味を未来に残してほしいなと思いました。
雨が降ろうが、はい、風が吹こうが全天候型のお店ですよね。つまりお花見やるって言ったらやっちゃうんですよ。すごいね。お店の中でやれるじゃないかと。でもそれもお客さんのことを考えてってことでしょ。そうです、ね、心意気ですよね。本当まさにそうですよね。メニューもしかも100種類以上プラス裏メニューもあるから一体何種類あるんだっていう。裏メニュー充実してたよね。無限大ですから。もうできないものはないというこの田川さんのね、このハートの大きさ、アクティブなところにまた皆さんファンも多くて、来れている方も多いんでしょうね。行きたくなりましたね。ぜひぜひ。さあ、そんな心なんですけども、長崎プレス9月号でも紹介されています。また NBC のサイトではこれまで放送したお店なども載っていますので、ぜひチェックしてください。皆さんが未来に残したいお店、そして後継者がいなくて困っているなというね、そういった情報もぜひお寄せください。長崎未来食堂でした。はい、りょうちゃんの心のこもったリポートでした。